正午過ぎの稚内市の様子です。しんしんと雪が降り続き、見通しが効かないホワイトアウトの状態に。稚内市内、とても風が強くなってきました。とても見通しが悪いです。道内は低気圧の影響で北部を中心に雪や風が強まり、稚内では市民が雪かきに追われています。夜も投げて朝も投げてこんな感じなんで、全然通れるところがなくて困ってます。いっぺんに降るんで極端なんですよね。雪かきがしづらいです。明日正午までの24時間に降る雪の量はいずれも多いところで、日本海側南部で60センチ、日本海側北部とオホーツク海側北部で40センチと予想されています。日本海側ではさらにあさって正午までの24時間に40センチから60センチの雪が降る見込みです。道や交通事業者などは今日、今月15日に続いてこの冬3回目の対策会議を開き、警報や注意報が出された際の情報共有の強化など雪害対応の手順を確認しました。気象台は日本海側はあさってにかけて大雪による交通障害などに十分注意警戒するよう呼びかけています。画面は今の小樽の様子です。強い風に伴って雪も横に吹いていることが分かります。視界もぼんやりとしていますね。この降り方が続きますと交通機関への影響も心配されます。明日朝にかけて石狩湾周辺、札幌も含めまして大雪となるところがありそうです。